参議院比例代表全国区の江藤誠一です。高市選挙を必勝に向けてみんなで頑張りましょう。高市さんは本当に信念の下でぶれない人です。今まさに我が国、国難が迫っています。憲法をどうするのか、この国の方向を決めなきゃいけません。そして安全保障も、外交も、そして経済の再生も、今やらなければいけない時であります。こんな大変な時に、信念の人に頑張ってもらうしかありません。そしてまた、皇室の問題、皇室を守り、そしてまた家族を守っていく、そういう日本的な優しい社会を大事にしていかなければいけないと思います。日本を守り、未来を開く。しかし、その原点としてはやっぱり、子供が夢を持てる社会、この貧困や虐待に苦しみ、夢がない社会は一番問題です。かつてそういうことは日本ではありませんでした。子供がもっと夢を持てる社会に向けて頑張ります。そして、そういう中で、このままでは人口が半減します。なんとか少子化、抜本的な少子化対策を打たなければいけないと思います。思い切って子供手当を出す。そして子育てをもっともっと仕事をやりながらでもちゃんとバックアップできるシステムをする。あるいは育児休業保障を手取り10割保障する。そんな思い切った抜本的な対策を講じて日本の未来をみんなで開きましょう。それには高市早苗さん以外ありません。